レオン・オーギュスタン・デルミット、または、レオン・デルミットは、フランスの写実主義の画家、版画家である。A ヌ県のモン・サン・ペールで生まれた。教師であった父親は、息子の絵の才能を見出し、画家になることを勧めた。1863年に、パリに出て、デザイン専門学校、現在の国立高等装飾美術学校で、オラース・ルコックド・ボア・ボードランに学んだ。 同時期の同校の学生には、アンリ・ファンタラ・トゥールや、オーギスト・ロダンがいて、彼らと友人になった。後に、パリのエコール・でボザールでも学んだ。サロンド・パリには20歳になった1864年に、素描が出展された。1869年には、ロンドンを訪れ、ロンドンで働いていた、アルフォンス・ルグロに出会い、ロンドンの画商に紹介され、作品を売ることができた。 1874年にサロンでメダルを受賞した。1879年には知り合いになっていたエドガード画から第4回の印象派展に出展を求められるが参加することはなかった。この頃には画家としてよく知られるようになった。公的な依頼を受けて施設の装飾画も描き、1900年のパリ・バンコク博覧会では展覧会の審査員を務めた。 1910年にレジオンドヌール勲章を受訓した。写実主義の画家で、農民の生活を主に描いた。息子のジャン・レルミット、孫のフランソワ・レルミットは、神経界となり、俳優のティエリー・レルミットは彦である。ありがとうございます。